ホーム無人化されていた時期には、標中の日本最南端の友人駅の部分が板で、覆い隠されていた待合室の様子山川駅は、鹿児島県いぶすき市山川成川にある、九州旅客鉄道いぶすき枕崎線の駅である。駅名標の駅アイコンは、つまべに町、旧、山川町の代表駅、隣のいぶすき駅とともに、いぶすき枕崎線の運行の拠点となっている。 鹿児島中央駅方面からの多くの列車が当駅で折り返し、この先枕崎駅方面は本数が大幅に減る。JR グループの友人駅は当駅が最南端で、駅前には JR 日本最南端の友人駅の標柱がある。2016年3月26日に無人化されたため、板で文字の部分を覆い隠す処置が取られていたが、 同年10月3日より簡易委託駅として窓口営業が一部再開されたことで板が取り外された。当駅が無人駅であった期間は JR グループ最南端の有人駅はイブスケ駅となっていた。1945年10月25日にそれまで日本領であった台湾の領有権を創出してから1960年3月22日に 西大船駅が開業するまでは、日本最南端の駅であった。市町村合併に伴い現在は、伊部杉市に編入されているが、旧伊部杉郡山川町の時代から一貫して、町名、地名とも、山川であり、駅名は、山川と濁らない。山川への鉄道は、昭和に入ってから建設が進み、1930年に、西鹿児島五井の間を川切りに延長工事が進み、 1936年3月25日に山川までの区間がイブス線として全通した。開通当初の駅舎は木造で宿舎や浴場も備えているものであった。さらに南札鉄道の加世田枕崎間延伸工事に合わせ山川と枕崎を結ぶ鉄道が企画され、 鹿児島南海鉄道が設立されて1928年2月13日には免許も得ていたが、その後事情により会社は解散された。第二次世界大戦後、枕崎線、あるいは、イブスキ新線の名前で1957年に延長工事に着工し、1960年3月22日に山川栄館が開通した。1963年10月31日に、 枕崎までが全通し、路線名が、いぶ枕崎線に解消された。こうした延長工事により、山川駅の果たす役割が大きくなったこともあり、1964年に駅舎が建て替えられ、鉄筋コンクリート作りのものとなった。この頃、博多と結ぶ準急海門、宮崎と結ぶ準急近郊などが設定され、優等列車が山川へ運行されるようになった。 その後休校となり、廃止されていた時期を挟みながら運行が継続されていたが、1980年10月になり、廃止となった。また貨物営業もこの時点で廃止となった。イブスキ市に合併前の山川町では、路線や駅の廃止の危機を感じ、JR 利用促進の対策を考え、1993年より、 町職員の鹿児島市への出張を JR 利用に切り替え、1995年には駅付近に町営無料駐車場を整備し、また駅での定期券購入を呼びかけるなどの対策を実施してきた。しかし1994年4月1日には直営駅から委託駅となり、2016年3月26日には駅が無人化された。イブスキ市では、 観光客にとっても重要な拠点であると判断して、JR 九州から簡易委託を受けて、地元の女性グループに依頼して、同年10月3日から平日朝夕に時間帯を限定して再び窓口営業を実施するようになった。1964年に建て替えられた鉄筋コンクリート作りの駅舎が共用されている。駅舎の壁にはタイル張りのつまべにが描かれている。 相対式ホーム2面2線を有する地上駅。互いのホームは、校内踏切で連絡している。1番乗り場と2番乗り場に、方面の区別はないが、1番ホーム5両分、2番ホーム3両分と、1番ホームの方が長くなっている。主に1番乗り場を利用し、列車交換などで、到着時に1番乗り場が空いていない時に2番乗り場を使用する。この番ホーム、イブスキ駅寄りには、 かつて当駅までの貨物営業があった頃まで使用された貨物積み下ろしホームや運搬通路、職員詰め所の跡が現在も残っている。イブスキ氏が JR 九州から委託を受け、地元住民が駅業務を行う簡易委託駅である。営業時間は平日のみ7時から9時16時から18時となる自動券売機が設置されている。自動券売機は現金のみ対応で、 オレンジカードは使用できない。2015年度の1日平均乗車人員は188人で、ある。山川駅前バス定以下の路線、行き先は2017.11改正の現行台や辞典、内は、路線名を表し、青丸がある項目は行き先を表す。乗ったり降りたり、マイプラン線終日60分間各運行を行うことで途中下車観光での利便性に特化した。 環状路線、名の花引く東大川線、山川開門駅前線、鹿児島近世町山川三橋線、九州旅客鉄道いぶ枕崎線快速、名の花いぶ駅山川駅普通いぶ駅、山川駅大仙駅、ありがとうございます。